ああ、例の遺跡か。俺もずっと気にはなっていた。だが、あの奥に入るための鍵となる角笛は、今やあいつの手に。うん。なんだと？まさか、あの女が？なるほど。狙いは分かった。必ずや期待に応えてみせよう、我が友よ。もう止まらない胸に抱いた僕らの幻想消えない朝に怯えていても時が無情に過ぎてくだけ進めよう、あるがまま今こそ響いてゆく、もうここにはいられない、風も切ってゆけ、生きてゆけ、リリューブのごとく始まりが満ちるまま、伝説になれ、解き放ってゆけ、飛ぶでゆけ、命も耐えらせて選ばれしも疲れ気味ね。ああ、クルルシファーさん。昨日はありがとう。バルゼリット卿が提案した決闘に応じてくれて助かったわ。ああ、でも本当に大丈夫なんですか？決闘まであと2日しか。ええ、あの時は余裕を見せたけど割と厄介ね。あなたが真相気流を使えれば何も問題ないのだけれど。怒らないのね、あなたは。普通こんな決闘に巻き込まれたら怒るわよ。本当の恋人でもないのに。いえ、僕が自分から言ったことですから。なるほど、本当の恋人ではないか。お、つまりクルルシファーは政略結婚が嫌でルクスを恋人に仕立てていたというわけか。よかった、安心したよ。いや、あの、ま、例の決闘は二人の実力なら恐るるに足らんだろ。ならいいんだけど。よし、ならば早速私がルクスの気流を強化してやろう。今度は攻撃特化の使用。そうだ、ドリルもつけてやろうか。いや、それはちょっと。ルクス君、今日はデートはいいわ、用事があるから。じゃあ。え、ああ、はい。ドリル絶対役に立つと思うんだかな。ん？疲れてるのか？あ、いや、今日も早朝から依頼があったから少し寝不足で。あ、そうか、なるほどな。そうなの、そうなの。おや、今日は彼女さんがいないね。ぬくち、寂しいでしょう。あ、何かお仕事かな。ちょっとだけ私についてきてくれるかな。あ、ちょっと。どうぞ、お入りください。え、あ、お帰りなさいませ、ご主人様。え、な、何。日々お疲れのご主人様を癒すためみんなでもてなしてあげるね。え、ご主人様はゆっくり休んでね。あ、あの、これは一体。いや、実はね、ご主人様、私もリーシャ様からルクッチが喜ぶことを相談されてさ。なんでもお姫様は年頃の男の子が喜ぶことがよくわからないって言うから。おい、それは言わない約束だろ。
ね、やっぱり王子様だったらルクッチには当時の思い出を想定してメイドとして私たちが接するのが一番喜ぶという結論に至ったんだよ。ああ、でも僕はあんまりメイドさんにお世話してもらったことは。じゃあこの機会にたっぷり味わっていってよ。みんな素人だけど。ルーちゃん一緒に食べよう。ああ、でもその迷惑だったか、突然こんなことをして。いえ、とっても嬉しいです。リーシャ様、ありがとうございます。そうか、とりあえず今日は私をお前専用のメイドだと思って、多少いやらしいことをしてもいいぞ。しないですよ。そうなのか、そういうのもメイドの仕事らしいとティルファーがだな。何年ぶりですかな、我ら四大貴族が一度に呼び出されるなど。新王国設立以来ではないか。いずれにせよただごとではなさそうだ。皆ラグナレクをご存知であろう。各遺跡に対し一体ずつ存在するという頂上の力を秘めた最強のアビス。それがかつて討伐し石化していたラグナレク、ポセイドンが石化から目覚めようとしている。なんだと、それは本当なのか。つまり我々にその日に向けて備えよと。ただ我々新王国軍の今の力でラグナレクに及ぶかどうか。ではどうすれば。一つだけ方法がある。ワーグ卿、ラグナレク討伐のためには早急に遺跡調査を進め、そこに眠る強力な武器を探し出すことだ。これ以外方法はない。ぜひその任我が息子にお任せいただきたい。皆さんには明日の遺跡調査の件で集まってもらいました。明日は名目上通常の遺跡調査となりますが、真の目的はこれです。一部の皆さんには話しましたが、遺跡の最深部へ入るには鍵が必要だと言われています。おそらくこの角笛がその鍵ではないかと。そこでルクス君。はい。これをあなたに預けます。わかりました。そうだルクス、明日より任務が遂行できるよう私が気流の調整をしよう。例えばドリルとか。結構です。何よ、お前にはドリルのロマンが理解できんのか。まったく、ドリルは機能も優れてるし。クルルシファーさん、なんでここに。クルルシファーさん。何かしら。どうしてさっきの会議に。明日の作戦に私も参加するからに決まってるじゃない。だけどクルルシファーさんは留学生だし、本来遺跡調査への参加は禁止されていたはずじゃ。私からお願いしたの。だから特別扱いしないで同じメンバーとして頼むわね。でもどうして。私にとって目的を果たす数少ないチャンスだから。じゃ、目的？はあ、久しぶりだな。はあ、それにしてもクルルシファーさん、どうして明日の遺跡調査に。うん？うわあ！お行儀悪いよ、ルーちゃん。今日は外で訓練してて遅くなって、お風呂は今ならまだ入れるってお姉ちゃんが。またあの人の仕業か。あ、それじゃあ僕は出るから。どうして。だってさ、フィーちゃんだって嫌でしょ、男の人と一緒なんて。私好きでもない男の子とお風呂なんて入らないよ。そ
そういう問題じゃなくて。久しぶりだね、ルーちゃんとお風呂入るの。懐かしいな。これ以上はまずい。寝てるし。あ、ちょっとこんなところで寝ちゃダメだって。フィル、まずい。どうしたのルーちゃん。いやそんなことよりお風呂で寝ちゃダメだよフィーちゃん。あれ、うん、ありがとう。あのさフィーちゃん。何？フィーちゃんの背中って傷がなかった？ほらここから斜めに小さく。あったかも。よく覚えてないけど。確かにあったはずだ。それほど深い傷ではなかったけど。ルーちゃん、ん？明日は気をつけてね。え？遺跡に行くんでしょ。私は今回も命令で一緒に行けないから。残念だけどお姉ちゃんにそう言われたの。うん、大丈夫、ちゃんと帰ってくるよ。で、まだ出ないのかな。僕もうかなり汚せる。ルーちゃん大丈夫？全員揃ってるな。出発前に今日の遺跡調査で先ほど急遽変更した点について伝える。バルゼリット卿、こちらへ。どういうことだ、なぜあいつが。紹介する。今回の作戦に特別参加してもらう。俺自らしよう。教官殿の手を煩わせることもあるまい。俺の名はバルゼリット・クロイツァー。この度のアビス討伐及び遺跡調査の任に関し手助けになればと思い協力を申し出た。教官、これは一体どういうことだ。それはご不満かな。部外者がこの重大な作戦に参加するということが。王女殿下何、任務内容に口を挟むつもりも邪魔をするつもりもない。純粋に手助けのつもりだよ。むしろ喜んでもらいたいものだね。王都のトーナメントで前年3位の座を勝ち取ったこの俺がか弱い少女たちの盾役を買って出ているのだから。余計なお世話だ。それにだ、我が未来の妻となる少女がそこにいるのでね。危険な任務で万一のことがあってはというわけだ。ではバルゼリット教には今回アビス討伐の援護のみをしていただく。一度いいな。はい。目標が確認できたぞ。みんな戦闘態勢に入れ。これが遺跡。ではこのまま遺跡に降りるわね。待ってくれルシファー、先走るな。大丈夫、お願い行かせて。焦ってる。さすが未来の我が妻よ。素晴らしい心構えだ。皆さん気をつけて、何か来ます。レーダーによる敵影を確認。アビスです。あれは確かディアボロスか。ディアボロス、小都市を一体で滅ぼしてしまうほどの凶悪なアビス。ああ、かなり厄介なやつだ。ナッタン！ルクスさん、いいから逃げて。このままじゃ砕ける。早い、サービス。これじゃ狙えない。あれは心臓。
ワイスブラッド。ただのアビスごときに大げさな。ラグナレクに比べればこれしき大したことではない。あれが奴の深層気流の力。どうだ没落王子、この俺と勝負をしてみないか。え、あのアビスをどちらが先に倒せるか。お前が勝てばあの決闘の約束は取り下げよう。それごとはよせバルゼリット。これ以上余計なことをすれば私がお前をぶちのめすぞ。自信がないのかルクス・アーカディア君。あなたはいい加減にふざけた真似はやめてもらえるかしら。釣れない態度だな我が未来の妻よ。あなたより先に私が敵を始末するわ。それなら問題ないでしょ。クルルシュワさん、やめろ無茶はするな。ワイズブラッド、今度こそ仕留めてやるわ。クルルシュワさん、勝ちだな没落王子。やはりこの俺にかなう者などいなかったな。おかしい、どうしてワイズブラッドが使えないの。まだ気を抜くな。熱い、全員衝撃に備えろ。障壁を最大だ。前ほどの使い手がなぜ暴走。しかしこれは一体どういうことだ。お前まさか。新しい技を試していただけです。普通の力だけじゃまた後悔しますから。みんな！ここは一体。おそらく遺跡の中よ。あまり大声を上げないでほしいわね。まだ状況が把握できてないのだから危険よ。あ、すみません。で、一体どうなったんですか？確かアビスが爆発して。あの爆発で遺跡の中に引き込まれたみたいね。あなたが守ってくれたおかげで私は平気だったみたい。ありがとう。あ、いや、無事でよかったです。それで遺跡内部への侵入を成功させた場合だけど、まずは中心地の祭壇を目指せとのことよ。きっとそこでみんなと合流できるわ。本当に？さあ行きましょう。あ、はい。一雨来そうね。雨？この中でも雨が？そのようね。仕組みはまだ解明されてないけど。あ、危ない。まださっきの戦闘の疲れが。少し休みましょう。
平気よ。でも私はどうしても行かなければならないの。数少ないチャンスだから。わかりました。それじゃあ僕の肩を。ねえクルルシファーさん、何かしら。黒き英雄を探してたのってどうして。気流は普通、どんなに人が無茶しても連続運転の限界がある。でも黒き英雄にはそれがない。それを期待して探していたの。私と同じなんじゃないかって。あ、どうやら私たちが一番乗りのようね。え、ここが祭壇？あ、あ、これが鍵かどうか。ここで鳴らせばいいのかな。え、鍵の存在を確認しました。特殊コードの解除を行います。鍵？そう、私はこの世界の人間ではないの。え？遺跡の生き残りなのよ。